山添拓君。日本共産党の山添拓です。昨年7月の西日本豪雨では愛媛県肱川水系の氾濫で9人が犠牲となり、浸水家屋が約5250戸に達するなど甚大な被害が生じました。上流にある野村ダムから最大毎秒約1800トン、神奈川ダムから約3600トン、安全とされる目安の6倍もの放流がされましたが、正確には伝わらず、避難の遅れと被害の拡大につながったとされます。大臣をはじめ国交省は、これ規則に従い適切にダムを操作したこう繰り返し述べておられますが、これ適切に操作をした結果、人命を含む多大な被害がもたらされた。大臣、このことはどう認識していますか。石井国土交通大臣。肱川水系の野村ダムおよび神奈川ダムは、平成30年7月豪雨におきまして、関係機関と合意の上で策定をいたしました捜査規則により、ダム操作や情報提供を行ったものと認識をしております。一方で、これまでに経験のない異常な豪雨によりまして、ダム下流で甚大な被害が発生したことは、重く受け止めております。このため、肱川におきまして、検証等の場を設置をいたしますとともに、全国的な観点からも検討会を設置をいたしまして、その結果が取りまとめられたところであります。この取りまとめにおきましては、住民の避難行動につながるよう、ダムの放流情報の改善、利水容量の活用などのダムのさらなる有効活用などの課題が示されております。これらの課題を真摯に受け止め、具体的な取り組みを推進していくことが重要であると認識をしております。山添拓君。今は適切という言葉を使われませんでしたが、皆さんもご記憶かと思いますが、直後にはかなりそういう言葉を使われていたんですね。私は昨年の夏現地2度訪れましたが、堤防を越えたと思ったら 2,3 分で襲われた、もう少し逃げるのが遅ければ危なかったと、一気に放流したことが洪水につながったのではないかという声があちこちで聞かれました。結果として命や家財が奪われ、途方に暮れる住民の皆さんに対して適切だったという言葉がどう響くのか、これ考えてものを言うべきだと思います。現在の野村ダムの操作規則は1996年に改定されたもので、治水容量350万トンを前提とし、中小規模の洪水に対応するものとなっています。しかし以前から利水容量の一部を事前放流にも活用できるようにし、治水のための容量を600万トンまで増やすことが検討され、7月豪雨でもそのような対応が取られました。治水容量600万トンを前提とし、大洪水に対応する操作規則で早い段階から放流量を増やしていれば、ピーク時の放流量を減らせたのではないかと、こういう指摘がされておりますが、いかがですか。塚原水管理国土保全局長。お答え申し上げます。平成30年7月豪雨におきましては、気象庁の発表等によりまして、豪雨が想定されましたことから、緊急的に利水者と調整を行った上で、事前の放流を行いました。事前の放流を行う場合には、豪雨の予測が得られている必要があること、あるいは、その予測に基づき利水者と調整を行い理解を得る必要があること、またダムの水位を低下させる速度もですね、一定程度に抑制するといったようなさまざまな制約がございまして、必ずしも600万トンを確保できるというふうには限っておりません。結果として600万トンの容量を確保することはできましたけれども、そのような状況でございましたので、あらかじめ事前放流の確実な実施を前600万トンを確保した上での事前放流確実な実施を前提とした操作規則を策定するということは困難であったというふうに考えております。しかしながら、一方で昨今の激甚化する自然災害に対しまして、安定的な洪水常設容量のさらなる確保ということは非常に重要だというふうに考えておりますので、ダムの構造や洪水予測の精度、利水者の理解などを踏まえまして、さらなるダムの有効活用に向けて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。山添拓君。利水者の理解を得た上で検討をすれば、協議によって操作規則を改定しておくという余地もあったと、これこういうことですね。塚原局長。繰り返しになりますけれども、さまざま検討が必要でございますの で、それと600万トン確実に確保するという確証はございませんでしたので、
それを前提とした捜査規則をあらかじめ策定しておくということは難しかったかと考えております。山添拓君。難しかったということなんですが、当時の捜査規則そのものがベストだったとは言えないわけです。ですからその規則に従った捜査だからといって適切だと言い切れるわけでもないのだろうと考えます。野村地区でお話を伺いますと、ダムがあるから安全だと思っていたと、そういう声が多数ありました。これ元町長もそう考えて最後まで避難しなかったんですね。この区間は96年までに改修もされています。行政の側にも同様の意識があったのではないかと思われます。そのため浸水想定区域図も作成されず、ハザードマップが作られておりませんでした。私は野村ダムの川西所長からハザードマップがないことを所長が知ったのは緊急放流の2日前7月5日だったと伺いました。そのためこう越水した場合にどのぐらい浸水するのか、流下能力はどのぐらいなのか、これどうやって調べようかという感じだったと伺いました。ダムの管理者として越水時の被害想定を認識できないような状況自体が問題なんではないでしょうか。塚原局長。お答え申し上げます。野村地区におきましては委員ご指摘の通りハザードマップは作成されておりませんでした。一方でダム管理所におきましては、下流の河川の流下能力とダムの放流量との関係から浸水被害の可能性については把握をしておりまして、平成30年7月号におきましては関係機関への通知や警報に加えましてホットラインによりまして、現在の予測では放流量が稼働の能力を超えるというようなことを情報提供を行ったところでございます。こういった7月号を踏まえた検討会におきまして、住民の適切な避難行動に結びつく浸水想定区域図やハザードマップの作成躊躇は必要であるというご指摘をいただいております。これを踏まえまして国土交通省におきましては3カ年緊急対策によりまして必要な浸水想定区域図の作成を進めているところでございます。さらに市町村がハザードマップを作成するにあたりまして技術支援を行うなど、ハザードマップを活用した住民の適切な避難行動に結びつく取り組みを進めてまいりたいと考えております。山添拓君。大洪水が来た場合には一気に放流量を増やしていく、入ってきた分と同じだけ流していくという緊急放流を行うしかない、こういうことが想定されていたわけですが、その場合にどの地域で避難情報を伝える必要があるのか、ダム管理者の側で把握しようがなかったということなんですよね。ですがそれ自体大問題だと指摘しなければなりません。でさらにサイレンやスピーカーが聞こえない、あるいは緊張感のない放送だった、放流量のその異常さが伝わっていなかったなど、情報提供のあり方が問われることになり、先ほど来の検証の場が設けられました。昨年12月にその取りまとめが発表されましたが、ここではダムの防災操作の課題についてはどのように整理していますか。塚原局長。ご指摘の検証との場におきましては、より効果的なダム操作につきまして、利水のための容量を関係者の協力のもと、洪水調節のためにさらなる活用を進めるべきではないか。またダム下流河川の流下能力の不足によってダムの放流量が制約を受けていた。またダム操作に関する降雨あるいは洪水流入の予測の精度の向上が必要ではないかなどの課題が示されたところでございます。このような結果を踏まえまして、より効果的なダム操作につきまして取り組みを進めてまいりたいと考えております。山添拓君。流下能力の不足、つまり下の下流の河川で流せる量が制約されていると、どれだけダムが大きくても流せる量が制約されるんだと、こういう話であります。2004年の河川整備計画では下流の河川改修の整備状況に対応してダムの操作ルールを適宜見直すとされておりましたが、肘川では下流に堤防がそもそもないような区間もあり、20年以上操作規則を変えられずに、昨年の豪雨を迎えることになりました。資料の2ページ目に配布しておりますが、野村ダム、狩野川ダムの新たなダム操作ルールの考え方によりますと、真ん中ですね、おおむね5年後には平成30年7月豪雨で越水しないと、こう書いております。野村ダム、狩野川ダムの容量増大や下流の流下能力を確保することによっておおむね5年で昨年のような被害は防ぐことができたんだと、こういう認識ですか。塚原局長。
ご指摘のおおむね5年後の見込みということでございますけれども、おおむね5年後にはすでに昨年度末に完了いたしました加納川ダムの改造事業に加えまして、河川激甚災害対策特別緊急事業、今回の災害を受けた緊急事業による河川改修が完了する予定となっております。それに伴いまして堤防がかさ上げされるとともに、野村ダムと加納川ダムの操作規則のさらなる改定が可能となります。これによりまして平成30年7月豪雨と同規模の洪水に対しましても、河川水位が堤防の高さは超えないということまでは見込まれます。しかしながらこの状態では堤防ギリギリまで水位が上がる可能性がございますので、必ずしも十分に洪水を安全に流せる状態までには至らないというふうに考えております。このためそういったリスクがあるということも含めまして、避難等に必要な情報が適切に住民等へ伝わるよう、市町村等との関係機関と連携をいたしまして、ソフト対策にも取り組んでまいりますとともに、さらなる河川整備にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。山添拓君。私はこの越水しないと書きながらですね、実は危険があるんだというふうにおっしゃるというのは、ちょっとこれは新たな誤解を生みかねないものじゃないかと思うんですね。だって昨年の被害というのはもう想定外の大雨によってもう到底耐えられないようなものだったと説明されてきたわけですよ。でところが5年もあれば対応できるんだと、言っているように受け取られる、そういう表記の仕方だと思うんですね。これだいたい5年で対応できるのであれば、なぜ20年代河川整備が遅れてきたのかという疑問が当然湧くわけです。河川整備計画でも昔から水害の常習地域だと、無堤地区が数多く残って非常に治水安全度の低い状況だと書かれているぐらいに対策が求められて、しかも住民の皆さんからは、下流のあたりは中洲に砂州ができて、大変心配だと、こういう声も多数寄せられていたようなところなんですね。確認をいたしますが、この図でおおむね10年後は大和坂ダムが完成すると書かれています。加納川ダムの改造で洪水脇が完成し、大和坂ダムが完成していても下流の流下能力が変わらない限りは今回のような事態は防げなかったということですね。塚原局長。お答え申し上げます。おおむね5年後につきましては、先ほどの激徳事業、それから野村ダムの野村ダム加納川ダムの操作規則の変更等によりまして、7月豪雨につきまして堤防ギリギリの水位まで何とか持ちこたえるというような想定をしてございます。でさらに10年後の状況につきましては、大和坂ダムの完成も含めまして、7月豪雨と同規模の洪水を安全に流せるようなさらなる河川の整備について今後進めてまいりたいというふうに考えております。山添拓君。河川の整備が不可欠だということは間違いないだろうと思うんです。そこで伺いますが、肘川における河川改修事業費とダム建設事業費について過去5年の当初予算の総額をお示しください。塚原局長。肘川におけます平成26年度から平成30年度までの過去5年間の直轄河川改修事業費の当初予算の総額は約70億円でございます。ダムにつきましては、大和坂ダム建設事業および加納川ダムの改造事業のダム建設事業費の当初予算の総額は約367億円となっております。山添拓君。河川改修はダムの5分の1なんですよね。しかもこれ年々減らされてきておりました。ダム優先はもういい加減に改めるべきだと指摘をしたいと思います。肘川のようにダムがあっても大洪水に耐えられないという箇所が全国にあるということがこの間判明しております。昨年政府が行った重要インフラ緊急点検では、ダムの操作規則を改善するために下流の改修が必要なダムが21あったとされております。ダムだけでは被害は防げないということを住民に周知するとともに、各地で河川改修を急ぐべきだと考えますが、大臣どのようなご認識ですか。石井国土交通大臣。平成30年7月豪雨等を受けました重要インフラの緊急点検によれば、ダム下流などで洪水浸水想定区域図が策定することとされていない箇所があること、ダムの操作規則改善のために下流の改修が必要なダムが
21箇所あることなどが明らかになったところであります。まあ、これらの結果を踏まえまして、防災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策におきまして、ダム下流の洪水浸水想定区域図の、作成や、住民への周知等の即答対策とともに、ダム下流の河川改修などのハード対策を重点的に進めていくこととしております。国土交通省では今後とも施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するものとの考え方に立ち回りまして、ハード即答一体となって社会全体でこれに備える水防災意識社会の再構築を推進をしてまいりたいと考えております。山添拓君、あの時間ですので終わりますが、資料の3ページ目には先ほど足立委員からも指摘のあった気候変動によって100年に一度の豪雨による降水量が全国平均で 1.1倍、最大 1.4 倍という試算が示されております。河川整備基本方針基本計画の見直しを全国的に開始すべきだということも指摘をしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。